ゴールキーパー谷口、ディフェンスラインに加藤、近石、美濃田、中盤アンカーの位置に前澤、インサイドに姫野、江畑、ワイドに国分、稲積、ツートップに佐藤、佐々木と入ります。 3-1-4-2 で予想をしました。ゴールキーパー上田、後ろ4バックは青山、西岡、真鍋、田中、中盤に北村、下沢、大熊、永田、前線2枚は石津と南野で構成をしています。真ん中に落としてくる、こぼれた、打ってシュート、最後は国分でした。石津、左の奥取ってクロス、南野、バイシクルで狙っていきました。いいところにクロス入ってきて、取った前澤、江畑がフリーです。江畑のミドルシュート、こぼれている、ポスト直撃でした。さあ入れ替わった永田、永田が左サイド駆け上がって切り返す、まだ行く、えぐってクロス、まあ、彼のところで相当強みは出せています。寄った大熊のクロス、さあ入れ替わりました佐々木、2対3フリーではありますけれども、逆サイドを見ました、稲積シュート、さあどう崩していくか、ちょっと空いた、大熊左足、よく触りました谷口です。まあ、ここで完全フリーでした。ですので左足を振り抜いてきました大熊です。沈み通った、広げて永田のクロス、足元、彼の空中戦の強さを生かしてきました。おっとパスが短い、瀬野打った、ブロックに入りました。上田からの展開のところちょっとパスが短くなってしまって、相葉からスルーパース、国分中に入れた、瀬戸打てない、稲積からクロス、こぼれている、ループシュートはネットの上です。つないだ、打ってくる、ゴールキックでの再開、その最初のプレー、決定機につなげてきました。西岡からちょっとバランス崩しました。さあカウンターです、3対3、稲積が行く、まだ行く、打ってきました、東で中を見た、東でクロス、橋本越えて青山のシュート、バーで下沢詰めに来ましたが触れませんでした。
さあ人数をかけていく八戸、大きく持ち出した稲積。さあチャンス、左サイドから稲積のクロス、バーに抜けて国分シュートにした、こぼれ球と2人重なってしまいました。すぐに遅らせに行きました国分、いい対応です。そしてファイナルホイッスル、得点生まれず0対0、勝ち点1を分け合う結果になりました。